あ、あ、うんうんうん、出していただいている曲なんですけれども、
あのデュオでは今日、あでもこの前ジミー編でもやりましたね、この曲ね、うん、ロフトセッションズっていうアルバムの中に入っている曲なんですね。であのロフトセッションズ のアウトテイクスがさっきあのここのマスターからも今日物販ないのって言われてそうあのそのロフトの、ね、アルバムを売りたいからって言ってビクターさんに問い合わせたことがあるんですけど、いやもう在庫ないんですよ、あんまり作ってないんだね数々をね、そうあのお渡しする分ないんですよとか言われちゃって、うん、ちょっと残念ですよね。こういうところであの各アーティストさんがねライブで売ったら売れるものをとかって思いましたけども、はい、それでは2曲目ですね。これはあの私の、つぶやきですつぶやきですっていうか、そう歌詞の内容がねちょっとあの教訓めいたところがあるっていうことで、あの前回ここでライブをやった時はいらしてくださいましたが、こちらはいらしてくださってないで今日初めてですよね、メビウスさんの方では。で、実はあの私たちの知り合いの岡田真一さんっていう人がいまして、その方が作られた曲と歌詞が非常に似てるので私はびっくりしたという曲です。そうそう、あの一箇所そういう部分が出てくるんですね。そう、私これでも20年くらい前に作った曲なんですけどね、今日を始めようというのをお届け、あこんにちは、お届けしたいと思います、
するわけですよ。もちろんね、時代の中に生きてるわけだから、そうするとやっぱりあのいろんな歌詞がね、あのその作った時代の社会の中にやっぱり起きてること、その何とかな、あの飛び交っている言葉とかはやっぱり使うわけなので、あの例えばちょっと今聞くとこの言葉あんまり使わないようなみたいなあの単語が出てきたりとかするんですけど、まあ、例えばあの今の曲だとね、あの私この当時、これ20年ぐらい前なので、とても気になった言葉が、あのサブリミナルっていう言葉がすごく気になっていて、いろいろね、あの浅原翔子さんの顔がテレビの中にバタバタバタと出ていたよねみたいなこととかがね、ニュースになったりとかした、そんな時代もありましたけれども、今あんまり使わないですね。もう当たり前になってんの。わかんないですか。ちょっと怖い話ですよね。はい、それではちょっとホッとする曲を1曲お届けします。そうですね、あの昭和の時代に音楽を好きで聴いて出した方はもうこの曲ね、とてもあの懐かしくて、あ、そういえばこの曲あったねっていうような1曲でございます。浜口蔵之介さん作詞作曲の花とおじさん。小さい花に口づけをしたら、小さい声で僕に言ったよ。Thank you.
存知ですか、この曲。ご存知よね。ね、絶対知ってるよね。うん、そう、そう、なんとか清子さんがね、私名前パッと忘れちゃった。ね、植木等さんも歌ってたけど、ダークダックスも歌ってた。うん、でも、清子さん、なんで出てくるの名字が出てくる、後で教えてね。出てきたら。そう、清子さんが歌ってらっしゃった、この、すごくハスキーな声でね、すごく素敵だったのよ。で、私は大好きで、そのシンガーさんも調べてね。なんか落ちましたよ。大丈夫ですか？ちょっと、お水飲ませてください。結構乾燥します。伊藤清子さん。伊藤清子さん、どうされてるんですかね。元団体職員の方、ご存知ないですか、ご存知ないですか。放送局の。それではですね、お約束通りね、クリスマスソングを。届けしたいと思います。ちょっとね、リクエストがあったんですけどね、リクエストのクリスマスソングがね、ちょっと2人でやるにはね、ちょっと不都合かなっていう感じでしたので、またちょっと違うクリスマスソングを今日ご用意させていただいたんですけど、これはね、とても、私メドレーで歌ってたりとかする中にも入れてる、とてもまあ、クリスマスソングってみんなとても心が温まる曲なんですけれども、大好きな曲です。ザ・クリスマスソングというタイトルがもろなんかものすぎますねって曲ですが、とても素敵な曲です。聴いてください。To keep from lying, not into
say many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to はい、それではちょっと私は離れましてですね、中畑ちゃんコーナーはいあ、なんかいや、コメントなんですよ。明るいから大丈夫なんですけどね、ちょっとなんかもう目がどんどん悪くなるんですけど失礼します。ありがとうございます。ね、今年入ってからなんかこう一人でやらなきゃなって、やらなきゃね、こんないろんなものをこう珍しいんです、この足元いっぱい並べてるの。いろいろカバーとかオリジナルとかを一人で演奏したりしてます。なんで今日はちょっと初めての曲をちょっとやってみようと思います。で、失敗したら最初からなんでもあり。失敗してます。
歌詞がないと難しいっすよね。言いたいことがあるわけでもない。どうですか。何しようですかね。どうしようかな。じゃあ、あのクリスマスソングがないなかったので、そしたらこれもクリスマスソングですっていう話だったので、カオルさんから僕の中ではあの京都ここでしかないですけど。慣れてる方もいらっしゃいます。そうでない方もいらっしゃいます。Thank you.
は、全部自分でアレンジ？はい。じゃあ全部自分でアレンジされて。スキャバレーさんです。そうですね。まあなんか、感想どうしようかなぐらい。あ、どうですか。この曲はサウンドオブサイレンスのね、中の曲でね。で、私、いろんなところで教えてるんですけど、ミュージカル、アニーのね、オーディションをする子どもたちっていうのは毎年ワンサがいるんですけどそのやっぱり課題曲、オーディションの課題曲の中にこれがあったりとかしまして、うん、日本語でやるんですけどね、歌うんですけど、ありましたね、それを思い出しました、うん、ご存知ですか、京都の宣伝の歌じゃないっていうことは分かるんですけどサウンドオブサイレンスサウンドミュージックごめんなさいそれを言ってたのね、今ねそうよく間違えますからご指摘くださいねコメント欄でご指摘いただければはい、サウンドミュージックねサウンドオブサイレンスって何あ、サイモンとダウンタウンそう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 ねはい、それでは、じゃあ、クラゲを使って歌わせていただきます。これは私が、そうだな、さっきの曲よりももうちょっと昔に作った曲ですね。You are special to me.違う裏と表が逆逆になっちゃった逆になった本当分かりますよ、今うんI'm not afraid to die.
スキャナー、スキャナーという言葉がこれも出てくるんですけど、スキャナーっていうところはもう今はね、書類をスキャンするとかそういう意味でスキャンって出ますけど、当時、スキャナーってだったっけ、ホラー映画ありましたね。なんか人間の頭の中を覗くみたいな、そういうなんかフリークスがいるみたいな、そういう映画があった。それから発想して、あ、人間の頭の中を覗くっていうとスキャンするんだ。多分英語の中にもそういう意味があると思うんですけど、で、スキャナーたちをっていう歌詞を書いてみたわけです。という、キャテリスティはスペシャルツーミー。はい、それでは前半最後の曲なんですけれども、あ、皆さん今何時だからですね。51分いい感じですね。はい、じゃあ、最後、前半最後の曲は、クリスマスソングで締めくくりたいと思います。よくご存知の曲だと思います。ウィンター・ワンダーランド。アクリルのところを